こんにちは、井上です。今日はパソコン買い替えのタイミングということでお伝えしようかと思います。まあ、パソコンの買い替えのタイミングって、まあ、難しいでは難しいと思うんですよね。壊れてからっていうのはちょっと危険すぎますし、じゃあどうするかっていうことにはなるんですけども、壊れてしまうと、じゃあデータが、まあ、クラウドに保存してればいいですけども、そうじゃなくてパソコンの内部にあるとそのデータが全部飛んでしまいますんで、それはちょっとリスクがあると。で、何よりもその日の仕事が止まってしまうわけなんで、まあ、そのじゃあこれからオンラインでの打ち合わせだとか、今日締め切りの書類があるとかってなると非常に困るわけですよね。で、2台3台持っていればそのリスクはヘッジできて、壊れるまで使うっていうのも一つの手かもしれませんけども、まあそうであってもそのギリギリまでは使いたくないなと。で、パソコンって結構やっぱり消耗しますんで、ギリギリ壊れるまで使っていると本当に遅くなると思うんですよ。たまにそのパソコンを触らせていただく機会っていうのはあるんですけども、まあ、ちょっとこれ遅いなっていうのがあったりはしますんで、じゃあその買い替えのタイミングでどうなのかと、どのぐらい目安なのかということで、ちょっと私が考えているところをお伝えしようかと思うんですけども、まあ、まず私の場合で言うと、買い替えのタイミングというのは、なんか面白そうなパソコンが出たらみたいな感じで買い替えてます。だから技術的に新しいとか、デザインが新しいとか、なんか、まああんまり OS が新しいっていうのは、あんまり興味はないんですけど、 Mac だと毎年 OS が変わって、パソコンの基本ソフトの OS が変わって、まあ Windows だと、まあ、周期的に変わって、今 Windows 11なわけなんですけど、じゃあ10と11で劇的に変わるかっていうとそうでもないんで、そこはあんまりいらないかなとは思ってはいます。まあそれよりもこんな新しい CPU だとか、 CPU ってそのパソコンの中でその頭脳に該当するようなものではあるんですけども、それの新しいものが出て速くなったとか、まあそういったものですとか、デザインで薄くなったとか、なんか好きな色が出たとか、まあそういった理由で買い替えるっていうことはもあります。で、今買い替えようかなと、来月、これ撮ってるのが2022年6月なんですけども、まあ、7月に出る予定の MacBook Air 買おうかなと思うのは、まあ、今使ってる MacBook Air が2年経つということと、あとは M2 チップという、M1 チップから M2 チップということで、まあ、その性能がアップするということと、新しい色が出るということと、まあ、私が好きな色ではないんですけども、まあ、それを試してみようかなというので買う予定ではあります。で、そのタイミング以外で言うと、例えば今私がお話しした2年経ったからとか、2年経ったからそろそろ買い替えようとかとか、まあ、1年経ったから買い替えよう、まあ、少なくとも2年経ったら買い替え考えてもいいかなと思います。ノートパソコンだったら。で、今 Mac だとそんなに遅くなってはないんですけど、もともとの性能にもよりますよね。じゃあ今買うのがちょっと型落ちのものを買ったりすると、じゃあその寿命が2年あるかというとそうでもないかなと思いますし、まあ、何らかの故障があって2年持たないという可能性もありますし、まあ、2年っていうのは目安として考えて、買い替えのタイミングの目安として考えてもいいかなとは思います。で、まあ、どのタイミング、そのじゃあ2年はいいとしてどのタイミングかってなると、まあ、新しい機種が出た時で、新しい機種だと高いんで1個型落ちを買うっていうのもいいんですけども、まあ、何かそのパソコンの情報は常に仕入れておいて、ちょっとこれ使ってみようかなとか、新しい機能があったり新しいデザインだったりしたら、そのタイミングで買ってみるっていうのもいいかなと思います。ただ同じメーカーを使い続けてると、じゃあそれが周期的に出るわけではないんで、まあそうじゃないと買い替えのタイミングで逃してしまうんで、まあ2年で、その私がお勧めしてるのは、他のメーカーのパソコンを買うっていうのはお勧めしてるんですよね。パソコンに強くなるためには、でちょっと使い勝手も違いますし、まあ、それによって使い勝手が違うものを使うことによってそのスキルが伸びるっていうことはありますんで、まあ、その考え方も大事かなと思ってます。まあ、と言いつつ Mac だとその Mac しかないんで、それを買い続けなきゃいけないわけなんですけども、まあ、Mac を使っているも Windows を使っているということで、まあ、その役割は果たし、いや、まあ、その効果は得てるかなとは思ってはいます。で、まあ、どうしてもその買い替えのタイミングとして、次にその切羽詰まるっていう場面で言うと、じゃあ起動が遅いっていうのはやっぱり買い替えた方がいいかなと思います。
で、その目安として、じゃあ、どうでしょうね、1分かかったら遅いかなと私は思いますけどね。今パソコンで1分かかったらちょっと遅いかなと思いますし、あとは固まるとかですね、使ってる時に固まるとかっていうのが出てきたら、もう買い替えた方が、まあ、メンテナンスの仕様はあって、まあ、例えば SSD がいっぱいになってると遅いということはあるんで、データをちょっと整理するっていうことも、整理することでちょっと寿命が延びると、まあ、買い替えなくてもいいっていうこともありますけども、まあ、その辺をやりつつ、またそれはちょっとまた YouTube で話そうかなと思うんですけども、それをやりつつ、まあ、どうしても遅くなったら、遅くなって、なおかつ、でも1年だったら遅くならないかなと思いきや、やっぱ過去の例で、買ったばかりで1年なんですよっていう方で遅いものっていうのもあったんで、やっぱりどういうものを買うかっていうのは、まあ、何かそれは不具合がある可能性もあったりもしますけども、まあ遅くなったらちょっとデータを整理してみると、データを整理してみて、それでも遅いんであれば、まあ、買い替えるという、そこがやっぱりタイミングかなと思います。まあ、まずはその2年っていうのは念頭に置いておいていただいて、まあ、調子が悪くなったら買う。で、気に入ったようなパソコンがあれば買ってみるとか。で、まあ、その2年に1回買うと、前のパソコンも置いておける可能性は高いんで、まあ、2台パソコンを持つということになりますんで、そのサブのパソコン、まあ、スペアのパソコン、それ売ってしまってもいいんですけども、まあ、少なくとも2台は持っておいた方がリスクヘッジにはなるかなと思います。まあ、2台を持っておきつつ、データをクラウドに置いておくと、データをクラウド、メールをパソコンの中に置いておくとかっていうのはやっちゃいけないかなと。で、写真を置いておくとかですね。まあ、それをやらずに、まあ、クラウドなり、まあ、サーバーでもいいですけども、サーバーなり、外付けのハードディスクとかでもいいですけども、パソコン内部にできる限り置かないっていうのが大事ではないかなと思います。そうすると、一つが壊れたとしても、もう一台で、なんとかその場はしのげると、まあ、その間にパソコンを買いに行くっていうことができたりもしますんで、買いに行くなり発注するっていうこともできたりもしますんで、で、まあ、欲しいパソコンによってはその納期が結構かかるというものもあったりもするんで、やっぱり2台持っておくというのがリスクヘッジにはなるかなと思います。私も過去にパソコンが急に壊れたっていうことってありますんで、まあ、そういうことってあり得るわけですよね。あり得るんで、で、私の場合その2年に1回なり1年に1回なり買い替えていてそういうことが起きるんで、まあ、その長く使っていて壊れるっていうわけではなくて、まあ何かその不運もあるかもしれませんし、初期不良のかもしれませんけども、それで壊れるってこともあるんで、まあ、2台は持っておいて、で、2台持っておくと、一度、まあ、今1台お持ちの方も2台持って2台持つようにすると買い替えやすくはなるんで、で、まあ、こっちのパソコンを使いつつ、またこっちのパソコンをひとまず買い替えてみようかなと。で、そうするとデータの移行もそんなにプレッシャーかからないですよね。1台しか持ってないと、このパソコンをじゃあ買い替えてすぐこっちを使わなきゃいけないってなると、まあ結構すぐデータ移行しなきゃいけなかったり、まあデータ移行ってそんなに時間かからないんですけども、慣れるまで時間かかったり、まあ何か今使ってるソフトが動かなかったらどうしようとかっていうのもあったりもするんで、まあそれで1台をずっと使い続けていて急に壊れるっていうことだけは避けた方がいいかなと思うんですよね。だから、まあ買い替えのタイミングをちゃんと見極めると、まあ、早めに買っておくと、早めに買っておいて、まあ、2年を目安に早めに買っておいて、早いうちに2台体制にしておくと、で、そうすると買い替えのリズムというのもできてきますので、まあ、ぜひやってみていただければなと思います。まあ、今日はパソコン買い替えのタイミングということでお話しさせていただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。